長は、社長は埼玉県庁の建設課の建設課に勤めてて、公務員だったんですか。公務員ですね。それで出公務員普通に受かったんだ当時。主催があって、まあね、あんまりそれでも気にしなかった。当時は緩かったんだね。多分ね。浦和の伊勢丹に行ったりして、その辺あたり調べてみると、もう全然そういう研究所はなくて、まあ継承してる細々と